パルダボロチッタディカステッドは、イタリアチッタディカステッドを本拠地とする男子、バレーボールクラブチーム。通称は、チッタディカステッド。スポンサー名込みの総称及び、通称1972年創設。1987から1988シーズンに、セリエ2に、昇格。1990から1991シーズンに、 セリエ A にコッパイタリアファイナル4でセリエ A1 昇格を獲得したものの翌シーズンに A2 へ降格する2012から2013シーズンにコッパイタリア A2 で準優勝セリエ A2 レギュラーシーズン1位となり1991年以来22年ぶりにセリエ A1 へ昇格を果たす2013年にアルトテーベレバレート合併し アルトテーベレチッタディ・カステッドとして2013から2014シーズンの A1 に参加した。2014から2015シーズンホームアリーナをサンセポルクロ A 点。アルトテーベレチッタディ・カステッドサンセポルクロとしてスーペルレガに参加し、レギュラーシーズン再開の13位に終わる。2015年6月、2015から2016シーズンのスーペルレガ参加の登録を断念し、 セリエ B1A の参加を申請した。ありがとうございます。